皆さんこんにちは、今日は2022年の、10月11月に出たアシックス安全靴の、限定モデル、あと新モデルの紹介をしたいと思います。はい、ではこちらのモデルなんですけども、CP120 ですね。マジックテープのタイプなんですけど、今までちょっと見たことないようなデザインかなと思います。こちらなんですけども、アッパーの部分ですね、この甲の部分、こちらのスポーツカテゴリーでも実績のある耐久性があって、なおかつ素材がメッシュなんで通気性も確保したモデルとなってます。で、一番面白いのは、ここもそうなんですけど、このベルトの部分ですね。ここの今通常だと3本ベルトになってると思うんですけど、これを2本でこう引っ張り上げてここで止めるっていう。で、締めすぎないでちょうどいい締め具合っていうんですかね、になるかなと思います。で、足首はいつも通りギュッと締めてもらえばしっかり足首を固定してくれるモデルになってます。内側はこういうデザインですね。で、色の方なんですけども、このクラシックレッドのホワイト、続いてブラックホワイト、この差し色のピンクがちょっとなかなかいいかなと思います。で、全体がメッシュなのがよくわかるかなと思います。こういう感じでメッシュになっているので、しっかり通気性が確保されています。で、一番最後に、こちらは初回というか限定カラーになってます。ケールホワイトっていうグリーン系の色なんですけど、こちらも限定カラーなんで、早い者勝ちかなと思われます。で、なかなかこういう緑の靴ってそんなにないと思うんで、現場行っても目立つのかなと思います。おしゃれに出来上がってるかなと思いますので、試しで履いてみるのもいいかと思います。こちらが限定カラーと、あと追加色ですね。まず、追加色の CP201 ですね。こちらシートロックホワイトっていうグレーベースの靴になってます。で、見た目もそんなに派手すぎず地味すぎずっていう感じで、服を選ばなかったりするかなと思いますので、試しで履いてもらうのもいいかなと思います。続きまして CP306 ボアです。こちらなんですけど、アシックスの、ウェブのショップの方では、こちらのハイカットのモデルが出てるかと思うんですけど、それのローカットバージョンですね。で、色も人気のあるブラックとレッドで、シルバーのラインですね。こちら限定カラーなんですけども、かなり人気のある色になってます。で、残りももうあとわずかになってます。お早めにお買い求めいただけると嬉しいです。最後は、CP304 ボアですね。こちらも限定カラーになってます。こちらの色がネオンライムっていう、イエロー系といいますか、黄色とグリーンの中間ぐらいっていうんですかね、ネオンカラーですね、のホワイトのラインということで、こちらも以前から人気あった色をまたリバイバルで復活させています。こちらもやっぱりなかなか売れ行きが良くて、残りの足数もあと少しとなっております。ちなみに裏はこういうピンクのソールになってて、なかなか可愛いでございます。というわけで、今回は10月11月に出た商品の方をご案内させていただきました。で、2023年になります。2月以降新しいモデルがじゃんじゃん出てきますので、また次回の動画で会いましょう。よろしくお願いします。